皆さんこんにちは、ゲブラ長丁です。園芸ユーザーさんから消毒液の作り方を詳しくということでリクエストがありました。今回詳しく解説したいと思います。生産者さんも必見ですので、ぜひ参考にしてくださればと思います。今回5つの工程で解説しますので、最後までぜひよろしくお願いします。それでは、植物の手入れや管理をする際、ハサミですね、ハサミを使用する頻度が多いと思います。皆さんは何の消毒液を使用しているのでしょうか。消毒液の作り方と効果について解説します。5つの工程で説明を進めていきます。1つ目、万能なハイター。細菌やウイルスを死滅させたり抑制させることを不活性化という言葉を使います。これは成長を抑制し増殖させない、または死滅させるということを指します。ハイターには次亜塩素酸ナトリウムが 6% 含有されています。ドラッグストアやホームセンターなどで安価に購入可能です。2つ目、細菌やウイルスを死滅させる。ハイターに含まれる次亜塩素酸ナトリウムは厚生労働省もコロナウイルスに効果的と発表しています。この次亜塩素酸ナトリウム液、細菌やカビ、ウイルスを不活性化させることが効果が得られます。3つ目、何倍に希釈するのか。 6% 液のこのハイター、100倍液に希釈します。これは取引先のバイオ研究所から指導をいただき、ウイルスを抑制し不活性化させることが可能ということで、技術を提供してもらいました。 500cc に 5cc、 これペットボトルですね、 500cc に 5cc を入れると100倍液に仕上がります。4つ目、コストパフォーマンス。 500cc で80円から150円ほどで購入可能です。これは安売りで100円で購入しました。 1cc あたり 0.18 円、 5cc、 この 500cc のペットボトルですね、 5cc 使用しても 0.8 円程度です。使用するたび作っても安いと思います。たくさんの消毒液が販売されています。医療用の逆性石鹸、第三リン酸ナトリウム液、また 75% を含むアルコール液も効果的です。効果やコストを考慮すると断然ハイターですね。ハイターが万能で経済的です。5つ目、注意点。衣類など付着すると退色したりしますので注意が必要です。次亜塩素酸ナトリウムは金属、特に鉄を錆びさせる、誘発させることがありえますので十分注意してくださいね。ハサミはステンレスをおすすめします。ステンレスも錆を誘発する可能性がありますが、このハサミ、私が使用しているのはステンレス製ハサミ、もう3年ですが錆びてる様子はありません。逆にこの取っ手の部分が経年劣化で割れてしまっているほどです。液体の保存ですが、冷蔵庫であれば1週間は保存可能です。希釈して24時間以内であれば保存も OK です。ただし光や
温度で効果が低下するそうですので、その都度 500cc で希釈しても1円程度ですので、新鮮な消毒液を使用された方がベターかと思います。きっと農家さんも貴重な情報だと思います。園芸ユーザーさんもぜひ参考にしてくださり、実践して使用されることを推奨します。今回も最後までありがとうございました。手入れをする際は必ず100倍液のハイタですね、これにつけてください。はい、一鉢終わったら再びまたハイターにつけて消毒、ハイターで消毒、すべての花や枝も必ずハイターで消毒したハサミで使ってくださいね。今回は見本ということで、オステオちょっともったいない気がしますがカットしてます。はい、そして終わったらまた再びハイターにつける、これが重要ですからね。カビの予防やウイルスを抑制しますので、ぜひこのハイターの100倍液おすすめですので、ぜひ使ってください。